どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は、ノエルを使っていこうと思います。アップデートで一番強くなったキャラクターはノエルで間違いないでしょう。装備がもうチートなんですよね。ナチュラリバイス巡りですかね。栄翔時間がマイナス 70% になってます。ファクターなんかはちょっとまだつけてないので気にしないでください。この 70% プラス、断りのペンダント。マイナス 30% ですね。合わせて 100% 無影響で呪文を唱えることができます。でさらにノエルはブラッディアーマーを装備できるっていうのもいいですよね。で頭には新しい装備のオリジンキャップ、これをつけるようにしてください。即死無効もついてますし、 MP 消費量がマイナス 50% でものすごく相性がいいです。でノエルの必殺技ですけども、この2つがおすすめ、フェアリーライトとロックレインですね。ロックレインで攻撃をして、HP が減ってきたらフェアリーライトで回復をする。まあ、とりあえず戦ってみましょう。それでは戦いやすいジオガーディアンあたりと戦っていきますね。とにかくこのロックレインがやばい。無影響で撃つことができて、敵のガードをゴリゴリ削ってくれます。もう仲間がもうターゲット取ってくれますので、これでこっちは後ろの方からこのロックレインで、とにかくブレイクを狙っていく、そういう戦い方で、いいかと思います。もう本当にね、速攻でブレイクできる。このね、ブレイク値がね、もう半端じゃないのよね。 OK、まあ、こんな感じで、ブラディアーマー装備してますので、ソロでも戦っていくことができます。うん、もう HP が減ってきたらフェアリーライト一発で回復しますので、全く問題がない。で、ボムにクリティカルハイブーストとかクリティカルが出ると回復するやつも入れてるので、ある程度は回復しますけども、でもやっぱりフェアリーライトは必要かと思います。はい、まあ、火力自体はそう大したことはないと思うんですけども、このブレイクさせる力がものすごく高い。うん、回復をね、確実に入れてくれるので相当使いやすくなった。ノエルは本当にパーティーに入れた方がいいと思います。間違いなく強い。安らかに眠っておくれ。はい、ということで今日は超強化されましたノエルを使っていきました。ノエルがアップデートで一番強くなってます。最強装備のナチュラリバイス巡り、これの栄翔速度マイナス 70% プラス断りのペンダントの栄翔時間マイナス 30%、 この装備をつけることによって、無栄翔で撃つことができますので、めちゃくちゃ強いです。はい、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。